どうも、大の字です。うーったー大の中学校、うーったーミキさんです。ユニオンです。大の字です。さあ、今回から始まりました J-POP の極み。1回目でございます。 J-POP の極み、これは J-POP の中の1曲にスポット当てて、はい、それがいかにすごいかってことを解説していく。わー、はい、1回目はですね、はい、ルナシーのローシーです。これがいかにすごい曲かってことをやっていきたいと思います。面白い、ドーンって出てますね。あのルナシーっていうバンド5人組ですか、はい、まあアマチュア時代は町田を中心にやられてた、うんうんうん、まあ、いわゆるビジュアル系、90年代ビジュアル系の、まあ、まあ、例えばラルクアンシエルであったりとか、ね、まあ、僕はラルクアンシエルビジュアル系、別に爆笑問題ですからそうじゃないですけど、ビジュアル系というよりどちらかというと洋楽だと思ってますけど、うんうんうん、あとグレーとか、はい、グレーね、大変なブームですが、その中の一つ、まあ、ルナシー、ルナシー、このルナシーというバンドはですね、ロックバンドにおける、はい、ある種のすごくこう革新的なことをやってるんですよ。まあ、もともとバンドっていうのは民主主義でやるか、うん、それとも一人のリーダーが引っ張っていくかで、はい、またこれ全然違うんですよ、うんうん、引っ張っていく人がいて、その人にみんながついていきながら刻むのか、全員が、ただまあ民主主義ってほぼいないって言いますね。そうだよな。なんかまあフラワーカンパニーズのグレートさんと言ったけど、グレートさんは自分が見てきた中でいわゆる民主主義のロックバンドってスピッツだけだ。あ、僕も自分で会ってみて、ミスター・チルドも実は民主主義っぽいなと思って、うんうんうん、実は桜井さんが曲作詞作曲作るんだけど、はい、やっぱリーダーにしてないというか、うんうんうん、決定権は全員4人に4人でしてるっていうところが、はいはいはい、あ、なんか絶妙のバランスだなみたいな、ね、はいはい、あのやっぱり90年代の2大巨頭バンドそういう感じもあるし、逆にリーダーが引っ張っていくからこそ、うん、サウンドの方向性であったり決定権とか、うん、このバンドの色みたいなのが出てくる、うん、これもあるよね、うん、あ、例えば大津さんが好きなボーイ、ボーイとかね、はどちらかというと氷室京介さんがボーカリストで、はい、作曲作や、まあ、中心にやってる布袋さん、はい、サウンドが布袋さん、布袋さん、氷室さんがボーカリストして、まあ、作詞もその時やってたりとか、うん、だけどまあ作曲も氷室さんがやったりとかっていう、まあ、2人が前面に出てコンポーザーという役割、ね、リズム隊が後ろにちょっと下がるというか、そういう構造になったり、そういうのもあるね。バンドのイメージだったな昔の、はい、ルナシーっていうのは、はい、全員バラバラなんですよ。これがすごい。そうなんだ、はい、ルナシーっていうバンドはですね、極論で言うと、はい、イノランさんってすげえなと。あ、はいはいはい、つまりイノランさんのバランス感覚、リズムギターとして、うん、やっぱりその屋台骨を支えるのがいるから揺るぎないのかな、はいはいはい、それぐらい個性発信なんですよ、うんうんうん、全員があっち向いてホイしてみたいな、うん、ルナシーの曲を聴くと分かるんですけど、うん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 、すごくやっぱベースのジェイさんと、ジェイさんのね、杉蔵さん、ギターの杉蔵さんは、はいはいはい、まるで多分ルーツミュージックが違うんじゃないかなっていう、はい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 、はい、そのバラバラさ加減がなんとなく一つになってるのがローシア、ローシー、まあルナシー全体、ルナシー全体、ルナシーっていうのはそれが奇跡的に、奇跡的に融合するバンドなんです。はいはいはい。こんなバンドは海外にも俺ないと思ってますね。面白い。で、それがはっきりと出てるのがルナシーで。俺、ルナシーの凄さって、歌舞伎みたいな。はい。見えに近いです。はい。じゃ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 っていう、あれとか。こうね。はい、そう。あ、日本のあの、いわゆるかっこよさ。うんうん、うん。ターン、決め、はい、決めみたいな。はい、ストップゴーストップゴーストップストップストップがすごい好きっちゃ好きですよね。ボーカリストも少しちょっとこう粘っこい、はい、ちょっとツヤっぽい、うんうん、このボーカリストでちょっと昭和歌謡とかになりそうな ね、はいはい、歌いがボーカリスト、ね、これも不思議じゃん、うん、あんだけアメリカのオルタナティブロックみたいなのもあれば、はい、ヨーロッパ風の杉蔵さんがやるサウンドもあれば、はいはいはい、重たいあのドラムに関してはアメリカンロックっぽい、うんうん、確かにそうなんだよね、全員違うんだけどボーカルは昭和かよみたいな、はいはいはい、何これみたいなことのバラバラさ加減が融合するんですよ、うんうん、この奇跡みたいな。でロージアっていうのはやっぱりこのいわゆるロック、日本のロックにおけて、うん、まあ本当に僕エポックメイキングみたいな曲だと思ってるんですけど、革新的な曲って言われてまずサビがどこか分かんない揺れて揺れてがサビじゃないか俺、ね、あそこサビって思いがちですよね。あそこじゃないんですよね。その後ローズやってまた違う展開が待ってますから。確かに確かに。でタタ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 、もうちょっとサビっぽいですからね、あのメロディーね。もうあれ A メロっぽくないですか。キャッチーなんだよな。でまずまずはタンシャンシャン、うんうん、ダダ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 、もうまず歌舞伎の見えですよ、はいはいはい、かっこいい、はい、
じゃあもうあのこの刻む感じはやっぱロー、はいはい、ルナシーのかっこよさだよね、はい、でだだだおドラムかなり重いです、はい、バーンって、はいはい、でダダ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 、うん、ちょっと揺れる感じのこのビートでバーっていきます、はいはい、で揺れて揺れてこう一気にメロディーが解放されるそうそうそうドポップ、はい、あれ半端ないよね、だから最初のいわゆるリズム帯の重めのアメリカのオルタナティブロック的なリズム帯、うんうんうんまあ、多分 J さんこれで、ね、曲も J さんなんですよ、はいはいはい、全部ルナシーは全部作詞作曲ルナシーにしてる、だからいわゆるビートルズ形式なんですけど、うんうん、レノン・マッカートニーって全部してるけど、うんうん、確実に母体を作ってるのはこれ J さんらしいですよ、はいはい、なんで重ためなんですビートは、うんうん、だけどダダダンダラダンってまず見えみたいなのがあって、うんはいはい、あそこまではっきりやっていくんですよ、海外にはないですよ、ないよね、確かにマジでないですよ、あんまないね、でもあれ日本人的に超気持ちいい、気持ちいい、でダンダンダダンダンの時のあのビートがもうアメリカオルタナの、もう90年代のアメリカのオルタナティブなロック、うんうんうん、モロだよね、あのトーンでね行く感じ、ところがサビになったら揺れて揺れてテレ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 、はい、急に切ない、急になんて言うんだろうね、西城秀樹さんというか、揺れて揺れてってこれこのね昔の沢田研二さんというのか、はい、昭和歌謡界、はい、ローゼアっていう、ね、ブーメランと思ってたローゼアでで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 、でだからメロディーだけだったらやっぱロックっぽいの、はいはいはい、テレ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 、英語で言ったら Why get that way って言ったらもうちょっともうそういうアメリカオルタナロック、うんうん、ところが龍一さんが歌ってあの詩になると揺れて揺れてすごいよこれマジで、いや日本人しか作れないロックなのこれ、本当だわ、小説レベル高いから、確かに、だから俺が言うカレーライス理論だよね、うんうんうん、日本人ってアレンジメント、要するに洋楽のロックを持ってきてまんまやるのか、はいはい、当時あったじゃん、やっぱレディオヘッド好きだからまんまレディオヘッドやるみたいないたいた、いやそういうやつが言ってるんで、だいたい日本のバンドクソだみたいなこと言ってるけどさ、はいはいはい、いやお前オリジナリティねえからおめえのインタビュー鼻につくけどまず言うわ、おめえオリジナリティねえからまんまやってるじゃないかバカ野郎みたいなさいやあるよね、あるよ、海外のレストランみたいなのやって、はいはい、まあ、アメリカじゃこうやって食べてるんだよ、別にうまないけどなみたいな、ウスターソースかけないけど、リーペリーソースとか出されてさ、かけたときさ、うまねえな、これ。ウスターソース、絶対俺、ブルドッグのウスターソースがうまいと思うけどな、って。そういうのいいんじゃないか、知らんだけじゃねえから、みたいな。分かってないね、って。海外だとこっちだから。なんでお前お持ちんだよ、まあ、海外しか。若い時ずっとね、組みかしげだからね。そういうもんなんだろうなみたいな、あるよね、ある、めっちゃある、あった、大手性あります、違う、だからこっちの口当たりがいいのよ、うん、耳障りがいいのよ、その後のこの要するにローズやったらってもう一回ダーンって戻っていくとこ、うん、あそこだよ、はい、でこれやっぱりそこまでのところで絶妙なバランス、要するに全員が違うジャンルなのに、うんうん、絶妙なところ、これはねイノランさんっていう人のギタリストのすごさだね、つまりだからもうそっぽ向いてる J と杉蔵をこうやってる感じ、はいはい、もうスパイダーマンだよ、スパイダーマンギター本当に一つ離れるの船とか一つ全員すごい個性、糸をこうやってなってゴッガーンっつって、イノランさんってすごいギタリスト、はあ、なるほど、超個性的だ、杉蔵さんもすごいよ、うん、みんな個々にしてすごい、ね、でもあれが4人ぐらいになっちゃうとなんかシガーロス、ね、シガーロスみたいな音楽やっちゃうんだよだそれはそれでかっこいいよ、はいはい、日本でそういうことやらない、はいはい、うん、いいけど、うん、でもやっぱなんでルナシーがすごく独特というか、うんうんうん、やっぱ歴史に残るこの J-POP の中でのエポックメイキング的な作品を生んでるかっていうのはやっぱそこよ ね、 そうだね、よくこの5人でまとまったなっていう、で俺一番はねソロなんですよ、おこのルナシーの、はい、ちょっと聞いてみます、聞いてみたい、これすごいですよ、これすごいですよ全員にちゃんと見せ場見せ場あげてね、ある種民主主義です、いやすげえ、だから要は最初にギターソロだリズムを刻みながら英語を言わ、うんうん、なんかポエこんな日本っぽい歌なのに、ね、でもなんかすごくこう英語のポエムリーディングみたいな、ね、はいはい、だからソロなんだけど実はソロに聞こえない、聞こえない、だからこうイノランさんのちょっといわゆるここでスケハを消して、ね、確かに、いやこれできないでしょ、できないよ、でその後に杉蔵さんがいわゆるソロを、はい、ギューって弾くわけですよ、はい、ここの対比すごいよね、でソロがギターソロが終わったら次普通は歌に戻るのに、うん、ででででででベースソロしかも重くめっちゃかっこいいんだよね、あそこかっこいいのよ、めちゃくちゃ頭振りたくなんだよね、そうすごくない、これよく考えたら
やっぱ本当だね、ただならぬ空気あるね、この曲。つまり全員がちゃんと俺がってやってるけど、整ってるね。そう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 。だからこれは多分やっぱさっき言った英詩のところにおけるというか、サレンドの全体においてイノランさんが一歩下がってやってることが超でかいんだよなっていう。あー、なるほど。ちゃんと客観的に見てね。でドラムの重たいビート、はいはい、深夜さんのドラム、深夜さんのこのドラム、はい、俺もすげえ好きなドラム。これはもうこの5人の個性みたいなものが、まあ、うんうん、本来なら絶対だ、たまにあるじゃん、 この味付け絶対やばいよな、はいはい、こうやって入れててさ、いや、これやばいって絶対うまくならないって、ちょちょやばいって、いもうあれ、あ、ついに砂糖入れたさ、大丈夫かね、おい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 、出てきて、うわ、恐る恐る、はいはい、うまいあるよね、あるよね、うまっ、何これ、あるあるある、めっちゃうまいだから本当にロックバンドっていうのは、はいはい、じゃあジョーポップチャートの中においてどういうアクションを取るかってバンドブームっていうのがあったわけ、うんうんうん、バンドの個性で出し尽くしたその最後の去り際に X が出てきて、はい、X はやっぱスラッシュメタルだもん、うん、もうそうだね、でもスラッシュメタルにクラシカルなものを足して、はいはいはい、さらにビジュアルをもう派手にして、はいはい、まあこれはやっぱり美容師でもあったヒデさんっていうのがいたから、うんうんうん、ヒデとヨシキの個性っていうのが際立って、うんうん、そこでね、うん、確かに。でギターが2人いてどっちもソロやってて、はい、で曲が長くても、うん、いわゆるさっき言ったあの曲全体の仕上がりの、だから俺が最初レクシー聞いた時、うん、長えなと思ったの、でも聴けるなと思ったからね、あの構成はちゃんとしっかりしてるんだよね、してたから。でもそれはやっぱサウンド1にも2にもやっぱり YOSHIKI っていう人がまとめてたのもあるよね、はい、まとめた、うん、確かに。それだからこのルナシーって5人とも俺が普通バンドは崩壊するにもかかわらず、はいはい、やっぱ奇跡的なバランスで成立してるっていうさ、そうだと思うよ。名曲も名曲だね。そう、それでいながらこんなキャッチーだ、はい、キャッチーだからこれ。俺やっぱりイントロでですてん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 があって、うわーなぜめまはーんから始まって、うわーってテンション上がって、そっから一回がやく、そうそうそう、下に行くじゃないですか。あれって大谷さんが言ってたディズニーランド理論であの要するに人は一回ストレスを与えた方が帰れる気持ちいい。そう駐車場広いですよ、ディズニーは。入り口狭いですって。で中入ってバッと見たら広くなって、この一回狭いところ通ることが気持ちいいっていう。そう。だから一回潜ったんですね。潜る。駐車場ついて、うやーしゃ、デレッデーデレッデーデレッデレッデーッ。行くだろ、行くだろ、行くだろ、行くだろ。揺れて揺れてるあの開放感っていう、ディズニーランドソングだ。そうそう、これ はローゼアはディズニーランドソングだそりゃ名曲になります。楽しい、もうここだけでシンデレラジオ見るだけで楽しいと思ったら、まだその先にエレクトリックパレードみたいなのあるわけ。それがもうローゼアみたいなやつだ。うわ、まだ続くんだ、まだ続くから、全員が揃うから、だからソロがエレクトリックパレードやってて、それぞれの見せ場見せて、もうあれでしょ、ミッキーだけじゃないのみたいな、まだある、ジャンボリミッキーはずだうわいや、この曲だからなんだろうな、もうだからそういう意味でもポップだしキャッチーだしエモさもあるし、そうだね、アミューズメントパーク、アミューズメントパークソングなのに、なんかいわゆるロックの大事な骨組みみたいなの全部入ってる、ちゃんと入ってる、そこがすごいよね。すごいな、これはやばいやばい、もう今日解説しながらもう今聞きたいだからもう耳が欲してる。これでもなんかすごいありがたいのは、なんでそれに俺気づいたかっていうと、うんうんうん、初めてそのビジュアル系 DJ メディアやった時に、このロイズだって5分あるんだよ、はいはいはい、でやっぱ DJ としては5分の曲をフルでかけるっていうのはちょっと長いかな、当時あったのやっぱ、はいはいはい、だったらもう BPM 同じやつで繋いでいくみたいな、うんうんうん、まあ、ロックだと難しいんだけどね、大体、うんうん、じゃあそれっぽいやつね、はいはい、でもルナシの場合ジャジャジャみたいなのもあるから、うんうんうん、まあ一回最初のサビまでいけば、うん、花びらのようなでダダ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 なんとかみたいなったら、もうそこで変えちゃった。はいはい。そしたらルナシーファンに怒られちゃった。なんであれ切ってんですかみたいな。怒られちゃった。はい。いや、すいません、ちょっともう、いろんな曲かけたかったんで。ちょっと他、次の曲が。J の見せ場あるんですか、この後。ライブ行ってる人だから。この後スポットがあったんで。
あ、そうか、ベースの J さんの店はギターソロじゃなく、はい、見せ場があるのかみたいな感じになって、それで聞いていったら、あれよく考えたらおかしいぞ、これ面白いぞ、なんやこれみたいな、全員にあるやんみたいな見せ場がちゃんとあってね、見せ場があって、でもこれポップの曲として当時、うんうんうん、街中に流れてきてたでしょ、すごかったな、これは本当に。だからロージャーをずっと研究してた時ありましたもん、しばらくでも確かにこれ海外ではまあ作れないよ、作れない、こういう曲、これがないのよ、こういうじゃあロックありますか、うんうんうん、だから超オリジナルなんだよこれ、面白いな、これだと思うよ、いやだから J さんのソロとか聞くと、もろアメリカオルタナティブっぽい、うんうんうん、オルタナだよね、だ完全な洋楽思考、うん、急に強まるよね、はいはいはい、なんかね、まあ、それはそれでかっこいいんだけど、うんうん、でもやっぱりバンドの面白さってこれだよね、うんうん、やっぱルナシーってバンドおもろいわっていう、他の名曲もあるけどやっぱロージャーやっぱ好きだわ、俺も他の名曲も好きなのあるよ、うん、ツナイトとか大体俺 J が作ってるの大好き、はいはい、好き好き合うんだろうね多分 ね、 そうだね、俺ね、あれもだからツナイトって曲も英詞にしたの多分、うん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 、当時のいわゆる日本のそういうちょっとラウド系のロックバンドとかと通じるもんが、はい、うんうん、あるあるある、あるよね、めちゃくちゃある、めちゃくちゃある、後世のそういうラウド系のバンドはやっぱ結構ルナシーから影響を受けたっていう人たち多いよね、多い多い、むちゃくちゃいると思う、でもちょっとビジュアル系をそういうふうに見るみたいなやつもいるからさ、あ、はいはい、ちょっと言いたくないとかさ、もうシャラクセロック DJ とかそういうのもう本当表面しか見ないから、ああいう人たちはさ、本当逆に表面しか見てないからよく分かんない、ね、なんかバンドばっかかけんだよ、ね、ちゃんとこれちゃんと、いや別に売れ怒りますね、いやこれ怒りたい、いやでもいやこのバンドちゃんと評価できないって、そうそうそう、ダメよっていう、そうそう、いやこんな後世にちゃんと影響を与えてるバンドなんだから、そうだから、いわゆるボーイ以降のまた、うんうん、ボーイはさ和製みたいなもんね、俺わがままジュネットそうなんだけど、やっぱあれ聞いた時に、うん、これ日本じゃないとありえないロックやなみたいな、うんうんうん、はいはい、なるほどね、そうそうそう、で俺ロージアはそのわがままジュネットロージアっていう、ああ、ね、面白い系譜だなそれ、日本じゃなきゃ誕生しなかったロックバンドっていう意味で言うと、この2曲すっごい印象的、面白い面白い、もう次にもうだから米津くんとかそっちになっちゃう、そうだよね、うん、確かに、僕はちょっとこのやっぱ J-POP の極み1回目に、うわーロージア、素晴らしい、ぜひ皆さん一度ゆっくり、はい、堪能して聞いてください、はい、ぜひチャンネル登録しちょくれー。